僕たちはその夏がどんなに重要になるかなんて思ってもみなかった。あの日まで。信じられねえな。しつけえんだよ。あそこで落ちるかね。それで怪我するかね。普通さ、溝とか飛べとか注意しねえか。しねえ。あのさ、俺たちあの溝の前で飛んだよな。そしたらわかるでしょ、何かあるって。なあ、もういいからさ、早くやっちまうぜ。反省文キャンプファイヤーあっちまう。え、なになに。あ、トシちゃん、おい、ちょっと待ってよ。いつもこれだもんな。なんだよ、置いてくなよ。ゆうすけくん、みさき。びっくりした。何してんの？そっちこそ。いや、バンガのところにいたらさ、なんか光ったじゃん。光ったよね。あ、光った光った。俺もそれを見に行くとこ。ゆう、もう何、次から次に。何やってんだ、早く来いよ。もう分かってるって。どうする。ゆうすけ、行ってみろ。え、いいから触ってみろ。としちゃん、やめようぜ。これなんだか分かんないじゃん。つかえねえやつ。やめなよ、やめなよ、やめとけよ。なにこれ。トシちゃん、俺これ連れて帰っていい？なんでユウスケが。え、いいじゃん、頼む頼む頼む。まあロボットって言えばとりあえずはユウスケくんだよね。適材適所なんじゃねえの。え、じゃあそうする。マジ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 。だけどユウスケだけのもんじゃないからな。やったー、マジで。こうしてテトラと僕らの夏休みが始まった。そしてこれは不思議なことなんだけど、テトラのことは昔からの友達みたいに思えたんだ。おや、美咲ちゃん。こんにちは。ゆうすけくんいますか？あー、朝からなんかやってるから勝手に中入ってちゃって。はい。お邪魔です。どんな感じ、ゆうすけくん。ごめんごめん。あー、びっくりした。日本でも全然答えてくれないよ。ごめんごめん。あー、でもマジびくった。まだ心臓バクバクいってるよ。あ、これテトちゃんにお土産。ありがとう。これがアルミで、うん、あと小部品もいるの、うん、テトラに聞いてみようぜ。
テト、必要なものを選びな。かわいい。気に入ったみたい。何作ってんの？なんか部品みたいなものいっぱい。すごい勢いで作ってるんだ。お邪魔？うわ！おお。なんだよ、勝手に上がってくんなよ。おばちゃんのお許しもらってんだよ。ペドリン、どうなった？そっとだよ。じゃあみんなテトラの便よろしく。オーケー。了解。そんじゃ俺と近寄るぜ。うん。入ってっておだるから。ユウスケじゃなくて母ちゃんが言うんだろ。それではそれでは。お邪魔しました。あのさ、もう暗いからさ、なんなら送ってくけど。本当？あ、いいよ。みさきんち俺んちはそばだから。じゃあ行くぜ。じゃあまた何か見つけたら持ってくるね。テトちゃん、バイバイ。バイバイ。じゃあ、おっと、ここで意外なライバル出現。強敵です。美咲と幼馴染です。これはユウスケ選手かなり痛い。うるせえ。うわ、怖え。なんで邪魔するんだよ。俺、ああいうラブラブ光線出してるやつら見るとムカつくんだ。なんだ。何が。いやいや、なんだよ、ぐちゃぐちゃと。いやさ、トシちゃんも美咲のこと結構さ。はぁ、なんつーの、ふと成長した幼馴染のことを急に意識し出すつーかさ。違うって。なんで俺があんな男女のこと。それよ、しっかり捕まってるよ。大丈夫だ。どうした？父さん。元気ないな。ん？あのさ、人に気持ち伝えるのってさ、留守番するって約束してたんでしょ。やるって言ってないって。それにのりこ姉ちゃんいたじゃん。私は今休みなんだから自由にさせてもらいます。ジョギングもしなきゃいけないし。人んち旅館代わりに使ってんだからいいじゃん。あ、おじちゃんに言いつけちゃおう。のりこ姉ちゃんは家でゴロゴロしていて留守番もしてくれません。ほう、そういうこと言っちゃうんだ。もう味方してやんないからな。あー、嘘嘘嘘嘘。お願い、お姉さま出して。はいはい、分かった分かった。もうお前何が吠えてんの。
行くよ。もういい加減にして、もう行くよ。太平洋、大西洋を問わず全世界的に広大な海原を回遊する青ウミガメの生態については謎に包まれた部分が多く、成熟年齢、遅いんでもう締めさせてください、ね、寿命などもまだはっきり分かっていない。よく見ろ、奴の最後だ。どうやら地球の細菌に狙ったらしい。抵抗力はなかったんだ。これで奴らも地球には二度とやってこないだろう。しかし乳酸菌に弱かったとはな。お前何やってんだ？何だやってんだ？おい、何とか言ってみろ。はいはい、分かった分かった。お前何に吠えてんの？さっさと吐いて楽になっちまえよ。ではまた来週。さあ次はこのお宅の夕飯を見せてもらいましょう。どうやら地球の細菌にやられたらしい。抵抗力がなかったんだ。これで奴らも二度とやってこないだ。親父、叱るとものすごく怒るから静かにな。大丈夫だ。
早いね。何があんだ。へへ、内緒内緒。あー、重たかった。こっちが乗せてやるって言ってきたんじゃん。うん、上がっていいか。おはよう。おはよう。どんぐらいなんだよ。見てよな、もう分かんないけど。早く見せてくれよ。俺もう昨日から待ち遠しくて寝れなかったんだよ。電話したのさっきじゃん。だからね、そんくらい待ち遠しいってこと言ってるわけ。じゃ今もったいぶんだよ。ほんともうちょっとだから。こっち激すんな。違うよ、これ。一個足んねえよ。あんた今朝からお腹痛いって言ってたじゃない。はあ、俺も飲みたいよ。ダメ、あんた飲むんじゃないよ。何？おかしい。ありがとう。あんたは食べんじゃないよ。ウィーウィーじゃないでしょ。もういいじゃん。さすが読んでるよな。これでもうしばらくは大丈夫。出てきた。なあ、歩いてるだろ。やったじゃん。完成したんだ。テトラ、体完成した。おお。すごい。それでテトラインターネットっつってたんだよな。誰もパソコン持ってないよな。学校の視聴覚教室のダメ。前にコンピューター盗まれたじゃん。あのあと休みになるとガチガチに鍵かけられてるの。夏休みなんてもう大変。なんで知ってんの。そりゃいろいろとあるんだよ。こっそりとビデオとかさ、プレステ2とかでできるはずだぜ。インターネット。マジ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 。パソコンじゃないのに。おお、確かコミックボタンに書いてあった。マジで。どこどこどこ？どこどうすんだよ。電話とつなげんじゃねえか。だからどこに。どこに。わかんねえよ。あいつはこれは高野だ。ああ、あのさ、ちょっと教えてほしいことがあるんだけどさ、プレステ2でインターネットってどうなの。プレステ2だけじゃできねえ。なんで、俺聞いたことあるぜ。アダプターがあればどうとか言ってんの。知ってんじゃん、そんなもん持ってねえよ。なあ、そうなんでわかんねえよ。持ってねえよな。もしもし、アダプターなんて持ってねえよ。もんちは。なんで持ってねえんだよ。いでたかに踊らされたよな。ダメじゃん、結局。ねえ、高野だってパソコン持ってないの。あいつものすごく詳しいけど持ってねえんだよ。カタログと雑誌ばっかり。あいつさ、雑誌買いすぎて本体買えねえでやんの。あー、どうした。神崎さんのお兄ちゃん絶対持ってるよ。あの変人電気屋。変人じゃないね。え、誰。うちの親父変人だって言ってたもん。ねえ、誰。その変人がパソコン持ってんだ。だから変人じゃなくてちゃんとした人。学校の裏にすごい古い電気屋あんじゃん。あー、あの古いのね。そこの息子発明オタクでさ、夜な夜ななんか意味なし研究してるらしいんだよ。ふーん。でもどうやって貸してもらう。ペトラに出られねえし。ふーん、任せて。近所だから行動パターンは大体つかんだし。何それ。乳酸菌カレー。お腹の調子が悪かった。何お前ゲリピー。違うって。しっ、出てきた。この季節クーラーがしょっちゅう壊れんのよ。だからだいたい毎日ああやって修理に行くわけ。2時間は帰ってこないね。それ
で。インターネット使いたいんでしょ。忍び込ん。ようぜ。またいつものユウスケだ。臭いな、こいつは。変人って言ってたくせに。あ、それよりインターネット。うん、秀高、高野田に電話。またもね。リモコンの電池が切れてただけなんで、サービスにしておきます。そう、全く動かなくなっちゃったからさ、どうしたかと思って。悪かったわね。はい、仁さんの代からの大事なお客さんですからね。あのね、これ、店のもんで悪いんだけど、持ってって。いいですよ。いいわよ。若いもんが遠慮しないの。うちはほらこういうの売るほどあるから。あ、ねえ、あんたさ、ところで知ってる？最近この辺でさ話題になってるテレビ女の話。なんぞ。出るんだってよ。ね。ジョギングスタイルをしてて、で一晩中じっと動きもせずに。あんまり怖くないですね。そう？これ？じゃあ、4Dカリキュレーターっていうのは？違う。じゃあ、AOL。OK。なんか2回押せって2回。Welcome。驚かしちゃってな。俺も驚いたけど。すいません。全然全然。いや別にいいんだけどさ。それで、それで俺のパソコンで何がしたかったの？ちょっと事情が。事情？それにしてもすごい設備ですね。僕驚いちゃった。僕だって。わかる、結構なもんなんだよ。やっぱり高いんですか？買ったらね。でもまあすごく特殊なものを除いてほとんどリースだから、保守も入れて年間1億ぐらいかな。1億？いや俺さ、いくつか高校時代に特許取ってんだ。その基礎特許からの収入と、あと趣味でこういうのやってて、今はこっちからの上がりの方がでかいかな。知ってる？って神崎さんが作ったんですか？まあ基礎プログラムだけだけどね。あとクラップスとか、あとはラッピーズとか。はい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 。何それ、夢なの？知らんのかね君は。でこれだけの機材を揃えて一体何の研究をしてるんですか？重力物理学の応用による時空間の自在移動。まあ分かりやすく言うと、笑うなよ、タイムマシンだ。いいか、実はもう未来に行く仕掛けは存在している。液体窒素だ。ここに一匹の金魚がいる。やだ。こいつの時間は止まった。死んじゃったの？いいや、よーく見て。これが未来に行く仕掛け。金魚は凍っていた時間分タイムトラベルしたんだ。そんなんないっすよ。タイムマシンってもっとドラえもんみたいにビューンってさ。そ
そうだよ、未来と過去行ったり来たりできなきゃ。鋭い。それが俺の研究のテーマ。次はこっち。おお、すごい手品見せてやるよ。この美咲ちゃんの描いたピカチュウを消す。ものすごく小さなブラックホールみたいなものを作ったんだ。ミクロ単位のめちゃめちゃ微小なやつ。それをワームホールと呼ぶ。それで消えた紙は？まずあの紙は無限に小さく小さく縮小したんだ。そして裏返った存在になり、別のワームホールから飛び出してくる。そのもう一個のワームホールはどこにあるんですか？見たい。じゃあちゃん、お金あるんだから車買えば。配達用があるにはあるんだけど、山向きじゃないんだ。それって坂はきついんだよ。 MGB だな。ピンポン、マジがびっくり。ブブー。ピンポン、マジがっくり呆然。ピンポン。何それ、流行ってんの？このお子ちゃまな人たちだけで流行ってんの。岬って一個も当たれなくて嫌になっちゃったんだよな。一回当てました。え、いつだっけ。俺全然記憶にないんだけど。忘れたけど当てたの。イエーイ。ところでどこに向かってるんですか？ CHB。 わかんねえな。なんだよ、わかんないかな。あの超秘密の場所。山奥で監禁されたりして。バカ、大丈夫、一万じゃ。県外、やばいよ、あの人変人なんだろ。俺が言ってたんじゃねえ、親父が言ってたんだ。あ、なんだ。ほら、ここテトラ見つけた時の。ねえ、ここ、この前来たよね。本当に？ああ、ここに来たんだ。ねえ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 、テトラって家族さんのかな？知らねえよ。早く早く早く。森の中にこういうのが3つあるんだ。そのそれぞれの先から出るビームが交わったところにワームホールができる。行ってみよう。いいものがある。穴？ USB って感じ。何それ？ウルトラ最悪パターン。なるほど。変だな。まあ、行くか。美咲ちゃん、穴の中見て。あ、どう？驚いた？すごいだろ。この紙はここまで瞬間移動したんだ。何、びっくりしない？すげえだろ。ほら、これを応用して時間を超えようっていうのが俺の研究なんだ。あの、どうした？盗もうとか思ったわけじゃないんです。あ？ずいぶん成長しちゃったけど。
何なんだこいつ。かわいいな。神崎さんのでしょ。え、だってこいつこの穴の中で見つけたんですよ。俺のものも何もこいつ見たの今が初めて。どうやってんだろうな。マシンスペックをはるかに超えてるよ。神崎さん、本当に知らないんですか？テトラのこと。神崎さん？神崎さん。遠い国に行っちゃって。神崎！あ？だから本当に知らないんですか？テトラのこと。俺のだったらこいつをすぐに取り上げてるよ。ロボット工学は全然畑違いだからな。彼には直接聞いてみた。え？いや、お前はどこから来たんだって。ユウスケの名前知ってたのも変だよな。聞いてみます。うん、一度ダメ元で聞いてみた。テトラ、お前はどっから来たんだ。なんで俺の名前知ってたんだ。質問を撤回して。撤回？答えなくていいって言ってるんだ。テトラ、いいぞ。答えなくていい。ああ、いくった。こりゃプロテクトがかかってんな。テトラ、答えられない。ごめんごめん。辛かったな。テトラ、悪いものではない。大丈夫だ。信じてるよ。こんばんは。上がっといで。なんか足拭くものあります？え、なんだよ裸足じゃんか。え、あなんで裸足なんだよ。え、いいじゃんそんなの。よくねえよ。親に黙って抜け出してきたんじゃないだろうか。まずいまずい。これじゃ俺は犯罪者みたいなもんだ。オーケー、今日は終わり。一晩考えよう。私来たばっかりなのに。ダメ。はい、帰った帰った、これお前たちのこと。はい、はい、はい。テトラ、今日はここに泊めてもらうか。ユスケ、帰るのか。テトラ、帰る。テトラ、今日はユウスケと一緒。そうかそうか。ノリコ姉ちゃん、抜け出したのバレてるよ。嘘。早く帰んな。あれ、東京に帰っちゃうの？うん、書きゼミあるからね。一緒に行ってよ。ダメだよ、電車の時間あるんだから。あ、すいません、こんな夜遅くまで。ジニアス？はい。去年の秋、ほら、身内ゼミ、おぼし親戚のお姉ちゃん、うちに来てたの。神崎さんとの知り合い。はい、はい、はい、そうみたい。知らなかったけど、はい、ありがとうございます。神崎さんが牛のゼミに客員で来てた時、私いたんですよ。なんか見たことあるなって思ったよ。あの時、教授の仮説の問題点を一瞬で修正したことあったじゃないですか。一瞬ってあれ30分ぐらいかかったじゃん。あれって教授が2ヶ月ぐらい悩んでたやつだったんですよ。だからもうみんなで大騒ぎで、これ天才だからジニアスって呼ぼうって今はどんなこと？
聞きたい？狭かったな。ごめんな。テトラ、家に帰ってきたね。そうだよ。お前んちだよ。まあだから大きなワームホールができれば時間移動も可能だと踏んでるんだ。ワームホールっていうのは外からだとブラックホールと一緒なんだけど、中には抜け道があって、その…ごめん、退屈した。ううん、すっごい面白い。へえ、珍しいやつだね。え？いや、いい意味だね。いい意味。変なのかな。なんかちょっと浮いてんですよ、みんなから。こう人の話を横から聞いててパッて答えが浮かんだりすることってあるじゃないですか。あるある。ねえ、あるでしょ。もうそれ言うとみんな嫌がるんですよ。お前には聞いてないとか言われて。笑い事じゃないですよ。結局それが正しかったりしたらもう大変。理論を積み重ねていない考えは結局意味がないとかもう散々言われて。いや、俺もそういうことあるよ。え？妬まれてんだよ。そんじゃ自信持っていいのかな。持て持て、バンバン山のように持つか自信。でも、さっきのって現実に存在すんの？ワームホール。うん。もちろん。まあ、ワームホールも超ミクロなスケールでできたり消えたりしてるから、そいつをなんとか大きくできればな。でもそのままだと、向こう側への抜け道が潰れちゃうんだよ。うん。抜け道が潰れないような力が働けばいいってことだよね。あ、例えば、遠心力を使って潰れちゃうのを防ぐってのは？ワームホールを回転させて真ん中を開けるってことか。ちょっと待てよ。神崎さん、私そろそろ電車やばいんですよ。さようなら。また来ますね。ゲーム機だよ。ちょっと待ってよ。今何か見せてやるから。ミッション1、操縦の基礎。え、何これ。それじゃあ、ガン。
ゲリオン。すげえ強そうだよな。あ、ちょっと弾。よし。今日早いじゃない。優秀優秀。またやっちゃった。のりこさん。のりこさん。そういうその時代にふさわしくないほど進んだ文明のことを我々はオーバーテクノロジーと呼ぶわけなんですよ。次はこのお宅のロボットを見せてもらいましょう。とぼけても無駄だ。証拠は上がってんだよ。さっさと吐いて。は？楽になっちまえよ。何すんだ。デトラすげえよこのゲーム。近くやってたのか。でも全部戦い方違った。当たり前だよ、同じになんかできないよ。でもちょっと頑張りすぎた。ゆうすけ、うわじゃないでしょう。何時まで寝てるの。ほら、ああ頭の後ろみんな立っちゃってるよ。ほらシャワー浴びといて。洗濯物お尻の中に突っ込んでない。そんな手の込んだことしてないよ。こないだ靴下山ほど出てきたんだけど。何これ。こういうものうちん中に持ち込まないでって言ったよね。分かった分かった、後で片付けるから。はい。
丈夫だよ、出てこいよ。ちゃん帰っちゃったのかな。帰るってどこに？未来とか。そんな何にも言わずにか。勝手に帰るわけねえじゃんかよ。ないでよ。私だって心配なんだから。ごめん。とにかく神崎さんに聞いてみようぜ。呼んでも出てこないんだよね。とにかく私行くよ。テトラがいなくなっちゃったんです。テトラ、興味深い。そのテトラっていうのは何かね。もう一度聞く。そのテトラってのは何かね。バカしたんじゃないよ。バカ分かってるって。どうやら私の正体にお気づきのようですね。それを見てしまいましたね。分かった、書いてある。は？無限と思ったんだ。来たねえぜえぜ。最後の時です。目覚めなさい。ガタキは取ってよ。液体窒素を使うとはな。神崎さんを殺されたと思ったから。間もなく9時だ。約束は約束。ここだよ、言うぜ言うぜ。最後の時です。覚めなさいな。あいつは多分テレビで言葉を覚えたんだよ。あいつどうします？やっぱり宇宙人なのかな。あいつロボットを出せとか言ってたんだよな。テトラって言葉にも反応してたし。一体何が起きてるんだ。何それ。あいつが持ってた。げなんだ、何したんだ。知らねえよ、こいつが勝手に。いや、押したけど。爆弾だ、自爆装置だ。早くどっか投げて。おい、向こう、向こう、こっち、こっち。さっと、早く、早く、早く、ほら。ダメだ、人がいる。いや、さあ、さあ、さあ。いつだって、マジなんだ。こっちだ。Yeah.
船長、魚体になんか変なもん映ってんすけど。何？もう早く来てくださいよ。なんだよ。何が映ってんだよ。これです。一辺が6キロあるんですよ。え？レーダーには何も映ってねえぞ。どういうこと？はい、押した。はい、次は。本当にこれで撮るとよ、母ちゃんのとこにすぐ写真送れるのか。おお、衛星電話でパッとな。ここ撮ってくれよ。何せ新婚だからな。はい、撮ります。落ちる瞬間見てろよ。おい、今の撮ったか。おい、撮ったかよ。おい、撮った。この不思議な写真は太平洋沖の漁船から撮影されたものですが、専門家の話によると蜃気楼の一種ではないかということです。急激な温度変化がある空気の層がレンズのような働きをして、今のお前が言ったの？ペトラ、部品いる。部品くれ。どうしたの？どっか直したいの？おい、全部積んだよ。お世話になりました。はいはい。まあ俺も早くお前みたいなのが作れるように頑張るよ。それでは。壊しますよ。ん？朝か。朝。はあ、昨日はほとんど寝てたな。これじゃ止まっても意味ないな。だけどね、いい夢見たんだよ。夢？ああ、これぐらいの可愛いロボットが訪ねてくるんだよ、ここに。へえ、いいですね。ああ、俺嬉しくなっちゃってさ。資材とか部品とかいろいろやっちゃったよ。欲しがってたから。伊沢さん、大変です。倉庫どうしたの？やられましたよ、資材。こっそり持ってかれました。セキュリティは働いてないし、全くどうなってるんですかね。あいつらあんなでっかいのに何しようとしてたんだろう。海だ。海？いろいろ計算してみたんだが、あの大きさなら海を丸ごと持っていける。丸ごとってそんな。大地、海なんか持っていってどうするの？惑星改造には水は不可欠なんだ。氷でできた小惑星を使う方法もあるけど、進化した生態系を丸ごと持っていくには地球の海には都合がいいんだろ。カニとか食えなくなる？カニどころじゃない。海が突然なくなるんだ。地球の生態系はめちゃくちゃになる。すごい確率で地球上の大型の動物は絶滅する。大型の動物？人間とかな。ええー、
私たち死んじゃうの？海が突然なくなるんだ。砂漠化、異常気象、食糧問題、何が起こるかわからない。まあきっと地球上で生きていられるのはバクテリアとかだけだろうな。そんな人ごとみたいに。テトラってこのことを知らせに見えないから。じゃあなんで肝心な時にいねえんだ。それはとにかくテトちゃんを見つけてこのことについて聞いてみよう。俺はもっとこいつから何か聞き出せないか試してみる。一人で？まだこいつがどれだけ危険なものかわからないからな。もし犠牲が出るなら少ない方がいい。お前たちは全力でテトラを見つけ出してくれ。家に連絡しとかないと心配するぞ。うん、ピッチ貸して。神崎さんに貸してもらえばいいじゃん。サンキュー。はい、神崎さん何酔っ払ってんですか。お酒を飲んでるけだよ。ああ、ほどいちゃった。違うの。こいつにいろいろ喋らそうと思って酒飲ましたらさ、こいつ結構いいやつでさ。いや、神崎も地球人としてはすごいいい。お前もボイド人とは思えないほどいいやつ。神崎、イエーイ。ボイド人って言うんですか。正確に言うと見事な変身ですよね。変身するとこ見たい。おお、のりこ姉ちゃん。それにしても日本語上手くなりましたよね。神崎がよく喋るからな。あなたはこの辺で何してるんですか。私の仕事はオーバーテクノロジーを調査破壊すること。この地域には進みすぎたテクノロジーの痕跡がある。何のこと。多分テトラ。そういうのがものすごく邪魔になることがあるんだ。思わぬ攻撃を受けたりしてな。何を探しているか分かるよな。ちょっと待てよ。おい、おい、お前のりこさんに何した。ああ、あれなら処分した。え、やっと気づいたか。
おめでたいやつだ。てめえ！あれは冷たかった。この子も凍るぞ。いい子だ。さて、テトラというのを出してもらおうか。いや、ちょっと今家出しちゃってて。もうちょっとマシなこと言え。嘘じゃねえよ。今日一日探したけど見つかんなかったんだ。あなた引き裂くぞ。本当だよ。信じてくれよ。この子はテトラと交換だ。返して欲しかったらそいつを連れてこい。富士までやろう。それまでに来なかったらこの子は標本だ。やめろ。離してよ。やめろ。どうすんだよ。口の中に何てものを。何すんのよ。汚染されたお前の口を消毒してやったんだよ。は？知ってるぞ。お前ら地球人は宇宙人と見ると細菌を使いたがるの。先は俺が
ず取り戻す。見てるということは今まさに美咲のことを救いに行くところだね。あなたは今日から君の本当の戦いが始まる。いろいろな意味でね。びっくりするようなことがあるかもしれないけど頑張ってくれ。じゃあユウスケ FID だ。愛と一発どんといけ。ちょっと待ってくれよ。あんた誰なんだよ。頑張ってくれてさ。頑張ろう。じゃあ行きますか。
あっちにお前の立体映像を立たしてある。罠だ。美咲ちゃんが危ないんだ。分かった。
前も標本になるか。ユウスケ、これを使え。やめろ。爆発するぞ。お前らの三角錐だ。プール一杯分の水が入ってるんだ。知ってるさ。逆流させるぞ。ここは吹っ飛ぶぞ。まあ、落ちけ。まずこれを外せ。黙って俺たちを返せ。分かったから、まあ落ち着いて。それを置いて、あと海にあるでかいの持って帰る。調子のな。お前らってほんとぬるいな。
危ないところだったんだよ。ケトラ、帰ってこれたよ。一緒に戦って勝ったね。イエーイ。トラ、しっかりしろ。ユウスケ、大丈夫。テトリオ、僕の身代わりに。せますか。下手にいじるとメディア自体を壊してしまうかもしれない。でも、そしたらテトラは君たちのことを忘れてしまう。無理だ。テトラの記憶はまだ発明されていないディスクに書き込まれてるみたいだ。今はまだ手が出せない。テトちゃん、きっとその子は君を守るためにやってきたんだよ。だから幸せなんだと思うよ。ユウスケ、泣くな。ミサキ、ユウスケ君が直してあげればいいじゃない。ユウスケ君が勉強してテトちゃんを直してあげればいいじゃない。泣いてる暇があったらね、ユウスケ君が。ああ、やってやるよ。直してやるよ。直してやるさ。絶対。いいのと勉強して。俺が。そうは言ってみたものの、それはそれほど楽なことじゃなかった。子供の頃の決意は時とともに形を変えていく。確かに僕はロボット工学を学んだけれど、ここ数年僕の興味は宇宙で働くロボットに向かっていた。テトラのことは
少年時代の思い出になろうとしていた。ビューン。ええなあ。ご飯食べながらネットやるのやめてって言ったよね。みさき、あんな、これお仕事なの、お仕事。この瞬間瞬間にも全く新しいテクノロジーだな。いいから先にご飯食べちゃって。もうちょい待って。ここだけ見ちゃったらすぐ。あれ？どうしたの？真剣な顔して。VLO 2000テラバイトディスク。詳しい情報が必要ですか？頼む。モニターで見る。わかりました。何？何なの？どうしたっていうの？発表された。何が？テッドちゃん？来たぜ、来たぜ！ねえ、どういうこと？テトラのと同じタイプのディスクがやっと売り出されたんだ。じゃあ、もうすぐどっかでテトラタイプのロボットが作られる。そしたらその一台にこのディスクを入れれば、テトちゃん生き返る。また甲斐があったよ。あんまり遠い未来だとテトラとは会えないもんな。ユースケ君じゃなかったんだね。私ね、ユースケ君がテトちゃん作るんだと思ってた。俺もそう思ってたよ。この仕事を選んだのもいつかは自分でテトラを直そうと思ったからだもんな。でかいの専門になっちまったからな。でもとにかくもうすぐ新しいテトラには会えるよ。それでいいんだ。私たち急に大人になっちゃってテトちゃんびっくりするね。大丈夫だよ、あいつはこの時代のことよく知って。ユウスケに会った。何？どうしてテトラはすぐに俺のことが分かったんだろう。ほらほら、キャンプ場で初めて会った時。だってそれはほらな、説明できないよな。F.I.D. だ。F.I.D. なんで知ってたんだ。びっくりするようなことがあるかもしれない。びっくりするようなことがあるかもしれないけど。なになに、どうしたの。あれって俺じゃん。はあ、でもなんで。ボイスメールが入りました。なに、なになに。聞かせてくれ。神崎です、久しぶり。実はいいニュースがあるんだ。タイムマシーンの研究が完成しそうなんだよ。それでユースケ君、君に頼みたいことがあるんだ。単刀直入によ、6ヶ月以内にテトラを作ってほしいんだ。本当にびっくりすることになった。やっぱりユースケ君だったね。びっくりだな。でも混乱するね。テトちゃんが来なければユースケ君はエンジニアになってなかったかもしれないわけだし、ユースケ君がそうならなければテトちゃん作られてないんだから。この時代のことは
テトラは言えないようにしてあるんだ。なんで？知ってたら俺は絶対怠ける。言えてる。調べて。どうしたんですか？またワームホールが動いたんだ。スケジュール4時間前倒しだ。4時間そういう可能性は相変わらず対処してないんだから、まったく。仕方がないだろ、基本構造だけの。言い訳をしない、手を動かす。相変わらずだね。それが長持ちの秘訣だ。あ、そうだ、メッセージ取らなきゃ。いやあ、ユウスケ、君がこれを見ているということは、今まさに美咲のことを救いに行くところだね。今日から君の本当の戦いが始まる。いろいろな意味でね。なんだよ、もう始まんの？どうしちゃう？びっくりするようなことがあるかもしれないけど。来れないんじゃなかったの？シャトル便なら札幌から30分だよ。無理してでも来るさ。これで秀隆君がいたら完璧なのにね。トシちゃん、自分で持ってくれよ。秀隆君、いや久しぶり。ありがとう。またこれ。なんだよ、すっかり綺麗になっちゃってさ、この新婚さんが。あ、その言い方、親戚のおじさんみたいだよ。あ、おおお、来たか。おお、来た。ユースケ、忙しそうだな。おい、バスが始まるぞ。あ、神崎さんじゃん。うっそや、そのヒゲ。ヒゲはやめようよ、ヒゲは。じゃあ、あいつにも見てもらおうか。テトちゃん？テトなの？20年もかかっちゃったな。テトラちゃん。あ、テトラ治ってる。修理したんだ。古いからな。動いた。ユウスケ、大丈夫か？お前のおかげで助かったよ。痛いところはないか？テトラ、あれからもうずいぶん経ったんだ。戻ったな。お前がずっと寝てるからな。お前に会うために今日まで頑張ってきた。寄り道したけどな。結構無理したんだぞ。さて、そろそろ時間だ。あれもお前だもんな。もうすぐ